みなさんこんにちは、なおこです。みなさん、昨日は何をしましたか今日は、昨日したことについて話します。どれくらい理解できるかチャレンジです。どうぞ。私は昨日朝8時くらいに起きて、顔を洗って歯を磨きました。 そしてメイクをして着替えましたそしてお水を一杯飲みましたあの、私は普段朝ごはんを全然食べません高校生の時はよく朝ごはんを食べていました例えば味噌汁とかご飯とかパンそうそして前の日の夜ごはんに食べた残り 残り物をよく食べていました。残り物です。そう。でも最近は全然朝ごはんを食べません。そして、洗濯をして洗濯物を干しました。そう。そして朝の9時くらいに私の親戚の畑畑畑に行きました。午前中は畑で少し働きました。あの。 ビーツの種をまきました。ビーツは赤い野菜ですね。たくさん種をまいたので食べるのが楽しみです。そしてお昼は家に帰りました。家に帰ってお昼ご飯を食べました。昨日は何を食べたかなあ、パスタ。パスタです。トマトソースとアンチョビとチーズのパスタを作りました。 知り合いが家に来たので、たくさん作りました。トマトソースとチーズとアンチョビ。この組み合わせは最高です。本当に美味しい。そして、ご飯を食べた後、カフェに行きました。車でカフェに行きました。皆さんは車を運転するのは好きですか私はあまり好きじゃなかったです。 電車に乗る方が好きでした。でも最近は車を運転するのも好きです。そう、そう。午後はカフェでコーヒーを飲みながら日本語とスペイン語の勉強をしました。そう、日本語です。日本人だけど最近日本語が難しいなと思って日本語を勉強しています。難しい。そして で家に帰る前にスーパーパに行きました夕方の5時くらいかなあの夕方スーパーに行くと半額の刺身とか唐揚げとかおにぎりが売られていますだけど昨日は何も買いませんでしたで6時くらいに家に帰りましたそして夜ご飯は筑前煮という 日本の料理を食べました。これは人参とか、れんこんとか鶏肉が入っています。少し甘い料理かな。美味しかったです。そう、そして夜ご飯を食べた後、お皿を洗ったりお皿を拭いたり、あと洗濯物をたたんだりしました。家事家事をしました。少しだけ家事。そしてその後。 YouTube の編集をしたりブログを書いたりしましたそうでその後お風呂に入りましたあの、シャワーシャワーを浴びましたもちろん歯も磨きましたそしてだいたい夜の11時くらいにベッドに入って携帯を見ていました1時間くらい見ていたかな ネットフリックスとか、インスタとか、ニュースとか、YouTube とか。そう、そして夜の12時から1時くらいの間に寝ました。以上です。皆さん、聞き取れましたかどれくらいわかりましたか全部わかったらすごいです。シャワーを浴びる、洗濯物をたたむ、歯を磨く、運転する。 洗濯する歯を磨く洗濯する運転する洗濯物をたたむシャワーを浴びるお疲れ様でした最後まで見てくれて本当にありがとうございますじゃあまたね